こんにちは、シンプルでカジュアル、ヨロです。マサノシンです。はい、突然なんだが、はい、マサノシン、うん、君は何利きだい？僕は右利きっすね、喫水の。喫水の右利き。もう何をするにも右で、はい。あ、そしたらもう投げるのも右利きか。右利きですね。右投げ、うん、打つのは右利きですね。全部右やな。うん。そしたら、まあ、ポテチ掴むのはどっち？これ右スマホ、ポテチ左やな。そういうことですね。うん。ベタベタしますからね。そう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 。まあ、このように人間界には、右利き、左利きっていうのが存在しますよね。はいはいはい。ああ、で、これはポケモン界にも言えることで、うん、あの、攻撃種族値と特攻種族値、うん、これがポケモン界でいう右利き、左利きになるんじゃないかなって考えてます。あ、確かにね。結構同じようなことかもしんないね。はい。どっちの方が高いのかっていうのが、まあ、利き腕。はいはいはい。僕はこれを利き甲と呼んでますけど。利き甲って呼んでんの？うん。ちょっと響き悪いですけど、利き甲と呼ばせていただきます。はいはいはい。はい。そこで好奇心旺盛な私がこんな疑問を抱きました。確かにお前さんは好奇心旺盛だぜ。はい。そんな俺が抱いた疑問、こちらです。ポケモンの利き甲、何対何の割合で存在するの？そんなことあんの？うん。まあ、人間界では左利きが圧倒的に少なくて、うん、10% しかいないですからね。はい、確かに。うん、これを踏まえると、ちょっと、どんぐらいの割合になるか、マサノシン、ちょっと予想してみてください。そうっすね。けど、まあ、攻撃のが多いんじゃないですか？うん。うん。私もそう思います。ですよね、やっぱり。うん、そう思ってました。はい。私はもう結果知ってるんでね。あ、そうですね。っていうのも、ちょっと事前に私ですね、うん、ポケモン全807体を1から調べて、努力が、うん、どっちの利き甲になるのかを正の字書いてノートにね、うん、まとめましたので。これちなみにデータ部です。データ部です。はい。データ大事ですから、ね。はい。データイズ正義。はい。はい。ということで、さらに807体に加えてメガ進化も、うん、カウントさせていただきましたので、はい、はい、なかなかのデータがね揃いました。はい、意外な結果になりました。なるほど。それでは一斉に見ていきましょう。見たい。こちらです。お、やっぱり攻撃が多いんだ。 49% やっぱ半分ぐらいがですね、利き甲が攻撃というね結果になりました。あ、やっぱそうなんよね。うん。そしてまあ特攻が 35% というね。ちょ、待ってどうした？これ 84% にしかならないと皆さん思いませんか？うん、いいとこ気づきましたね。やったじゃん。 100% なってないと。ああ、その残りの 16% どこ行ったのと。ほんとよ。うん、どちらでもないとかないですからね。確かに。ああ、あの人間界にはね、うん、非常に少ないというかね、もう稀なんですけど、うん、両利きっていうのがポケモン界に実は存在しましたね。確かにいるぞ。ああ、はい、それが 16%、 残りの 16% ですね。天才だ。はい、攻撃種族値も特攻種族値も同じ数値である。フェローチェであるとか、うん、ギルガルドであるとか。そうですね。この辺が対象になるんですね。あとツボツボとかね。あ、ツボツボ。うん、はい。そういう両利きがですね、もう人間界ではもう稀ですけど、ポケモンが 16% もいますんで、うん、なかなかいますね。確かに。うん。ということで、この天才両利きをですね、うん、次回ですね、ちょっと今回はもう早いですけど終わります。ちょっと冒頭長いとね、うん、長いってなっちゃうんで。そうですね、分けました。はい、ということで次回はこの両利き軍団、天才軍団によるレート対戦お見せしようと思いますので、よろしくお願いします。チェックよろしく。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイビー。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では隊長、はい、いつも通り今日の動画の評価をお願いします。わかりました。はい、まあ、キティちゃんで例えるならば、ん？3匹分ですかね。うわ、リンゴ9個だ、わかんねえ。